が終わり、大学の名前も検索したら、こういう表記が出てきます。ダッシュボード、マイカレッジズ。それがさっき自分が検索した大学のリストになります。で、コモンアップ、カレッジサーチ。これはもう自分が足すときに必要なだけで特には必要ありません。ダッシュボードが一番最初の掲示板みたいなところで、大学の名前と締め切りなどが書いてあります。マイカレッジズが自分の学校に必要な書類などが詳しく書かれています。でまず最初にコモンアプリケーションから始めます。コモンアプリケーションは主にプロフィール、家族について、自分の学歴、自分の試験の点数や課外活動とエッセイで成り立っています。まず一つ目のプロフィールから始まります。まず最初はパーソナルインフォメーション、自分に関する情報、アドレス、住所やその他、コンタクトディテールズが連絡次第になります。こことこことここは英語でも特に分かりにくいことはないので省略します。では4つ目のデモグラフィックスに行きます。これは主に自分のバックグラウンドについてです。一番最初が宗教、自分の宗教についてです。三大宗教はあるんですけれども、もしも神道など日本の伝統のものを信仰している場合はアザーズになります。また、ノン無宗教というところを選んでも大丈夫です。その下が US Armed Forces Status、米軍との関係や米軍と何かしらのつながりがあるかということです。日本人で米軍と関係のある人はあまりいないと思うので、ノーリレーションシップで大丈夫です。で次が、自分の人種に関してで、アメリカにはヒスパニックやラテン系と呼ばれる人たちが多いので、それはよく聞かれる質問です。でも私たちは日本人なのでノーと答えます。その次がこれをノーと答えたのであれば、ではあなたの人種は何ですかとなります。私たちは日本人、アジア人なのでアジアを選び、さらに詳しく詳細を述べなくてはいけなくて、その下にジャパンやコリアやチャイナなどの国名を書きます。その下は、その下にあるのが注意書きです。ここから宗教の部分からここの人種の詳細までに関しては特に入力しなくてもいいセクションです。もうめんどくさかったら省略しても大丈夫です。しかしここを省略した場合は、ここに入力した場合は自分の意思でこれを入力し、入力したかどうかと、だからこの入力に対して責任を持つかどうかというのを約束しなくてはなりません。で、ここの質問にある、ここの最後の質問の最後にあるこの赤いマークは必ず入力しなくてはいけないことを示すマークです。プロフィールの続きです。さっきまででデモグラフィックスのところが終わったので、5番のジオグラフィーに移ります。これはとても簡単な質問が多くて、生まれた国や生まれた都市、アメリカに住んでいる人が、住んだことがある人はその年数、また、今も住んでいるという人はその継続している年数、また一番最後のところはアメリカ以外の国に住んでいる年数なので、生まれてから日本やアメリカに行ったことがない人は自分の年齢と同じ数、同じ数字を入力します。プロフィールの6番目、ジオグラフィーが終わったらラングエッジに移ります。これは自分が話す言語についてです。一番最初の質問が何カ国語を話すか、英語と日本語、たとえどんなに英語が TOEFL の点数が低くてもアメリカの大学に行くので英語を話すということで必ず2以上を入力してください。その2つの、2つと入力したら何語と何語を話すのかというのが出てきます。1つ目とジャパニーズ、日本語です。その
その言語の能力に対する詳細を述べなくてはいけません。ファーストラングエッジを選んだ場合は必ず、その次に続くスピーク、リード、ライト、スポークン、アットホームなどを選ばなくてはいけません。で、2カ国語を話すので2カ国語目はイングリッシュにします。で、これは主にスピーク、リード、ライト、ライトだけで大丈夫だと思います。プロフィールの7番目、ラングエッジが終わったらシチズンシップに入ります。これは自分の市民権について答えなくてはなりません。私たちはアメリカ国民ではないので、アザーのノン US を選ばなくてはいけません。そしてそのアザーズの詳細を述べます。日本国籍を持っているので、ここはジャパンと答えます。市民権であって国籍ではないので注意してください。国籍でもし他の国籍を持っている場合でも、日本に在住して日本で今市民権を持っているのであれば日本と書きます。その下が、アメリカのビザに関しての質問です。今現在、ビザを取得しているかどうかという問題で、出願の時にはまだアメリカのビザを取得してないので、私 I do not hold currently valid US non-immigrant visa を選ばなくてはいけません。もしアメリカのビザを保持している場合は、その欄のところをチェックしなくてはいけません。